ピーター・フォーク、ピーター・フォーク、ピーター・マイケル・フォーク、1927年9月16日から2011年6月23日はアメリカ合衆国の俳優。アメリカで制作、放映されたテレビドラマ、刑事コロンボの長年にわたる主演で知られている。ニューヨーク州、オシニング生まれ。父親はロシア系ユダヤ人、母親はポーランドイコール。 チェコイコールハンガリー系ユダヤ人、アシケナジム、シラキューズ大学出身。10代の頃から演劇に親しみ、12歳で舞台、ペンザンスの海賊に出演。戦後、一度退学していたハミルトンカレッジで学び直し政治学の修士号を得た。後、政府の予算局に勤務するも、演劇への情熱を抑えられず、舞台の世界に戻るため稽古を再開する。 1950年代、舞台で演じた、ドン・ファンなどの演目が好評を博し、オフ・ブロードウェイからブロードウェイに進出。1956年以降はテレビに主演し始め、1958年には映画、エヴァグレーズを渡る風で映画にも手を広げ始める。頭角を表したのは1960年の、殺人会社。冷徹な殺し屋役が注目され、 アカデミー助演男優賞にノミネート。続く1961年のポケット一杯の幸福では、打って変わってコミカルな役柄で同賞に2年連続でノミネートされた。同年のテレビドラマ、コールドターキー、現代では、麻薬中毒者という屈折した難役を演じ、エミー賞にノミネート。また、ディック・パウエル賞のトマトの値段で複数の主演男優に輝くなど、 スターダムに駆け上がり、映画では1960年代から1970年代にかけて、記載、ジョンカサベテスと組シリアスな役柄を演じた。その一方で、テレビドラマでは、単発ものや、ミニシリーズでの主演を多くこなした。エミー賞主演団優勝を生涯で5回受賞した。1965年、テレビシリーズ、ザ・トライオールズ・オブ・オブライエン。 現代でスマートな弁護士役を演じる。翌年には、同シリーズの劇場公開版も制作され、日本でも顔が知られるようになった。1968年には、シカゴシティ物語に主演。殺し屋から足を洗おうと新生活の場を求め、やがて年の離れた留学生と恋に落ちる影のある中年男性を演じた。この時期に、世界各国で放映され、彼を、 一躍有名俳優へと押し上げた代表作、刑事コロンボシリーズがスタート。1968年の第1作、殺人処方箋から始まり、1978年に一旦終了するも、1989年より新シリーズが復活。久々の新作となった2003年のものが最終作となった。シリーズ全69作。 1970年代以降は、和解と確執を繰り返しつつも、ジョンカサベテスとの間に講師に渡って、関係を築き、ハズバンズや、壊れゆく女、ピーター・ホークのビッグトラブル主演した。また、一食実録ドラマ、ブリンクスでは、実際に体重を大幅に落とし、実在した、犯罪王、トニー・ピノの反省を、大当たりで演じる。 その後は1981年の主演作、カリフォルニア・ドールズや1988年の主演作、ピーター・ホークの恋する、大泥棒などが代表作となり、コミカルで時に悪の強いダンディーな中年俳優として披露親し,しまれた。また、この時期以後、自らの主演作で若手スターやアイドル歌手らとも共演している。年代から年代は、もはや、 ライフアークとなったコロンボを演じる一方で新たな役柄にも挑戦。70歳を過ぎてからは一家団欒を描いたホームドラマなどで頑固で敬遠される反面、人間味あふれる大黒柱のような役柄が定着した。2003年の主演作、ワイルダーデイズに代表されるようなキャラクターの一方、同年の主演作、25年目のハッピークリスマスでは、認めは、 心優しい紳士でありながら正体は天使という難役も演じた。そして日本未公開のロマンティックコメディ47年目のプロポーズでは初のルードシーンを演じて注目を集めた。その後も日本未上陸ではあるが2006年までに実に4作もの主演作をこななど夜年並みを感じさせないエネルギッシュな活躍ぶりを見せていた。晩年は イタリアのダビッド・ディ・ドナテッド賞を受賞したことで話題となった。プライベートでは3歳の時右目に腫瘍が発見され眼球の摘出手術を行う。それ以来、右の眼光には疑眼をはめている。1960年に大学の同級生だったアリスと結婚、幼女2人がいたが実施はおらず、1976年に離婚。刑事コロンボシリーズ、ルーサン刑部の犯罪。 美食の報酬で共演したシーラ・ダニーズと197年に再婚している。なお、フォーク夫人となったシーラはその後も、刑事コロンボシリーズ、殺意のキャンバス、殺意の切れ味で、夫と共演している。女優サマンサ・フォークは名に当たる。俳優業の傍ら、画家としても腕前を発揮。主に生物画や人物肖像画などを得意としたが、 対象物を大胆にデフォルメした現代アート風の絵画も手掛けるなど、レパートリーは多岐に及ぶ。当初は日曜画家的な範囲の活動であったが、おびただしい数のスケッチを公開しており、日本でも北海道などで幾度か古典が開かれたほどである。映画においても、オリジナルの自画像やフォーク自身が実際にスケッチを描くシーンが見られる。なお、彼の絵画作品は、 本人の公式サイトでも鑑賞、購入でき、世界中のファンに向けて詳細な情報発信を行っていた。2008年、家族の貢献申し立てによって、アルツハイマー症であることが公表され、自分がコロンボであったこともわからなくなったと報道で伝えられたバングメディアインターナショナルより、2011年6月23日、 アメリカ合衆国カリフォルニア州ビバリーヒルズの自宅でアルツハイマー合併症により死去。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。